はい、どうも、サンマイプロデュースのジンです。今回は短い動画なんですが、新カラベゼル専用フロントドリンクホルダーアウトレード品がどういう条件でアウトレード品になったか説明します。カメラで映りにくいのでしっかり映るかわからないんですが、実際に問題点を見せていきます。ちなみに形状は通常の商品と変わらないので、フィッティングに影響は一切ございません。この動画では問題点を数種類紹介しますが、すべての商品に全部の問題点が混在しているわけではなく、一つ一つのパーツによって差がありますのでご了承ください。それでは商品を見ていきましょう。まず一つの問題点はこちらですね。肉眼で見ても分かりにくいですが、若干の擦り傷が入ってますね。本当に映らないので強いライトを照らします。こんな感じですね。あ、出てきた。こういったところですね。次に2つ目の問題点を見ていきます。こちらですね。ここに塗装不良のポツがありますね。こういった小さな塗装不良でも当店の返品基準ではアウトレード品とさせていただいています。次に3つ目の問題点を見ていきます。こちらですね。ちょっとカメラで映りにくいのでまだライトを照らします。多分映ってると思うんですけど、クリアの不良で炎上の空気が入っていますね。こういったものもクリアの不良としてアウトレード品にさせていただいています。障害し消えてない部分もあるんですが、基本的には障害した3つの問題点を基準としてアウトレード品とさせていただいております。その他気になる点などございましたら気軽にご質問ください。それでは最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。